どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いいたします。というわけで、6月8日、阪神 VS 日ハム戦たった今終了いたしました。結果は、阪神負けました。はい、負けました。10対5で負けました。早速スタメンオーダー。いやね、早速行きたかったけどな、まあ、すぐ負けちゃったんでね、あんまり、わかんなかったですね。3時間半。まあ試合時間にしてみればぼちぼちかなっていう感じなんですけど、前半の方はね、もう本当にコテンパンにやられた、コテンパンっていうか、そのまあポコポコちゃんとやられたって感じがしてね、もう見るのもあんまり嬉しくないような試合だったんでね、まあとにかくね、負けてしまったものはしょうがない。明日はせめて勝って3立てだけは阻止してほしいなというふうに思っております。早速ねスタメンオーダー発表していきましょう。こちらですね。枠で囲われた選手が出場した選手です。1番センター近本選手、2番セカンド糸原選手、3番ライト糸井選手、4番サード大山選手、5番ファーストマルテ選手、6番キャッチャー梅野選手、7番ライト、レフトだ。レフト高山選手、8番ショート、北条選手、9番ピッチャー岩田選手ですね。はい。そうですね。打撃陣から見ていきましょう。近本選手5打数1安打です。それ以上に言うことはない。最近ね、あんまり打ててないイメージがちょっとついてきてはいるんでね。3打席目でライトへのヒットを打って、その後糸原選手が、まあ珍しいってことはない。まあでも、あんまり見てなかった併殺打食らってって感じでね。チャンスを潰してっていうか、潰れてしまったんですけど、まあ、糸原選手じゃないや、近本選手走っても良かったんじゃないかな、というふうには見て取れますね。その前にね、北条選手が、フォアボールで出塁した時に、盗塁決めてってところがあったんでね。まあ、もちろん、いろいろな、その、兼ね合いというか、あったのは、わかりますけど、まあ、そこで、盗塁を決めれたってことは、近本選手なら、まあ、間違いなく決めれるんじゃないかな、というふうにね、本当に、ただただ素人の意見ですけどね、思ったんで、まあ、するのかなって思ったらしなかった、併殺打食らうって。まあまあ、どんどん走っててほしいな、というふうには思っております。糸原選手4打数1安打です。初打席、まあ1打席目の時にレフトへのヒット。交流戦なかなか打ってるイメージがあります。糸原選手、いいんじゃないでしょうか、というふうには思うんですけど、まあ残念ながらね、得点につながったシーンは一つもなかったというところでね、悲しいは悲しいんですけど、まあ切り替えてやるしかないな、というふうに思っております。続いて糸井選手3打数無安打です。今日はね、いいとこなしだったかな、というふうに。僕、とある番組でね、糸井選手が、金子選手のボールをね、完璧に打ち返して、金子選手が、いや、チェンジアップだったと思うんですけど、ノン、スライダーって。それをね、またね、同じような感じでやってくれるかな、っていうふうにちょっと期待したんですけど、まあ今日は残念ながら金子選手はめちゃめちゃ良かったですね。3安打か。それしか食らわなかったってところを考えると、3安打だったかな。どうだったかな。そうですね。3安打ですね。食らわなかったってところを考えると、やっぱり、本当に相手のピッチャーが良かった昨日に続き、今日もね、良かったなっていうところはありますね。はい。続いて、大山選手4打数1安打です。8回裏の攻撃で、9回裏の攻撃で、1本放ってってところはあってね、なんだかんだで、1日1前というところで1本打ってくれたんですけどね、まあ残念ながら次のね、荒木選手がね、セカンドゴロ、打ってねって感じでね、まあ後で荒木選手には言います、荒木選手のことは言いますんで、大山選手もね、なんだかんだで1本ぐらい打ってくれっていう風に思ってたら1本打ってくれたんで、まあまあ良かったんじゃないでしょうかという風に思っております。マルテ選手3打数無安打です。今日はね、いいとこなかったね。まあ糸井選手と同じような感じですね。糸井選手ファーストゴロ三振、レフトフライ、マルテ選手ショートフライ三振、セカンドゴロですね。まあまあ同じような感じですね。次に期待します。梅野選手ですね。梅野選手も3打数無安打です。セカンドゴロ、ピッチャーゴロ三振と、ファーストストライクから振っていく姿はね、本当に素晴らしいと思います。ただね、まあ、それがね、内野ゴロ三振率につながってるってなるとね、あんまり喜ばしいことではないのかな、というふうに最近は思い始めてますね。実際ね、打率もね、3割に落ちましたね。まあまあ、3割乗ってるだけですごいんですけど、まあまあ、もうちょっとね、アベレージを高く持ってほしいというかね、その辺はあったりしますね。まあ、切り替えて明日は絶対勝ってね、というね。
続いて高山選手ですね。高山選手4打数2安打1打点と、レフトフライ、レフトフライ、センターヒット、センターへのツーベースヒット、タイムリーヒットですね。うん。いや、やっと打ってくれたって感じですよね。福留選手が、抜けている中でね、高山選手が出れてるってところを考えると、やっぱりヒットでね、数字で表さないといけないんで、うん。今日もね、もうマルチ安打と、良かったんじゃないでしょうか、というふうに思っております。続いて、北条選手、3打数3安打、4打点、1ホームラン、1盗塁ですね。いや、素晴らしい。全部に1という数字はついてる。うん。ライトへのヒット、フォアボール、レフトへのツーランホームラン、センターへのツーベースヒット、2点タイムリーヒットですね。うん。素晴らしい。金子選手に対して、別にその相性が良さそうとかは僕はあんまり知らないんですけど、まあ右投手なんで左打者を並べるのかなと思ったら北条選手、まあ昨日打ったっていうところもあってね、出場したら、もう完璧な成績を残してくれましたよね。うん、いいんじゃないでしょうかって、明日もね、もしかしたらスタメンあるんじゃないかなというふうに思っております。北条選手ね、第1号を放ってくれて、うん、ね、もしかしたら完封負けを食らってしまうっていうところでね、最後やり返してくれたところを考えると、本当に北条選手素晴らしいと思います。4打点、すごいな。うん。いや、もともとね、ポテンシャルはある選手っていうのは分かってたんですけど、まあ、木浪選手がね、まあ良かったと。で、開幕使って、ちょっとダメになって、北条選手になって、まあ、鳥谷選手になってってところもあってね、今は大体木浪選手っていう感じにはなってるんですけど、まあ、北条選手もね、素晴らしい選手だということは僕も重々理解してるんでね、このような感じでね、スタメンに起用された時は成績残してほしいなというふうに思っております。はい、続いては、岩田投手、2打数無安打ですね。1回目がバント失敗三振って感じで、バントは成功させて欲しかったなっていうところはありますけど、まあ絶対成功なんていうものはないんでね、梅野選手ですら失敗するんでね、うん、それはしょうがない。後でピッチングの内容は言います。はい。続いては原口選手1打数無安打ですね。復帰戦で一発を放って以来三振三振ショートゴロって感じですね。うん、まあ別に、まだ復帰して3打席目か。うん。なんで全然気にはしてないんですけどね。あと今日はね、守備に出ましたね。キャッチャー8回かな ?9、7回かなから、キャッチャー交代してね、出場したってところは、やっぱりちょっとずつ上がってきてはいるんじゃないかなというふうには思っております。うん。続いて、荒木選手1打数無安打です。厳しいこと言おうか。まだ1本も出てないのよね。うん。抹消されるんじゃないかなとは思っておりますね。うん。後で言おう、最後に言おう。続いて島田選手、フォアボール1つです。はい、上本選手2打数1安打で、サードへの、強襲内野安打で、いい感じにはなったんですけど、まあ、残念ながら、得点には繋がらなかったですね。仕方ないというところですね。はい。ですね、最後に言おうと思ったのはね、鳥谷選手が左打者で、ベンチに構えてると。で、木浪選手がね、今日スタメンじゃなかったんで、ベンチにいて、左打者が2人と。で、上田選手が、スイッチヒッターなんでね、その辺は置いといたとしても、ナバーロ選手なんで上げないのって。うん。ガルシア選手がね、ちゃんと上がってきてってところと、で、マルテ選手、で、ドリス選手ってところありますよね。ジョンソン選手を今抹消してるじゃないですか。もう 100% 10日以内、あと1週間ぐらいは戻ってこれないんで、っていうところを考えると、今ナバーロ選手は上げずに、どうすんのと。そこを上げてほしいよね。左の、もう、好打者なんでね。うん。面白いんじゃないかなと思うんですけど、監督がね、あんまりナバーロ選手のことを好いてないというか、好き嫌いで別に語ってはないとは思いますけど、うん、なんかね、その辺ちょっとあってナバーロ選手をね、全然上げれてないなってところはあるんでね、僕はナバーロ選手にちょっと期待したいと思います。うん、伊藤隼太選手とかもね、面白いと思うんでね。はい。投手陣見ていきましょう。うん。岩田選手、馬場選手、森谷選手ですね。岩田選手、6回と3分の2を投げて、101球、10安打、4三振、2フォアボール、1デッドボール、8失点ですね。うん、言うことない。ボコボコやなと。うん。4回の2失点は、なんかね、僕映像見れてないんですけど、守備は、ちょっと取れたんじゃないかなみたいなことは、映像を見てた友達から来て、
うん、まあまあでもエラーついてないし、まあ打たれたのには違いないから仕方ないよねっていうふうには僕は言ったんですけど、まあまあそこの2失点は良かったんですよ。まあ6回までね、2失点で投げて、まあ良かったんじゃないでしょうかって。7回に、残り6失点を食らってしまうと。うん。まあ、ツーダをね、食らったのはまあ別になんともね、それは仕方がないことなんでね、うん、思わないんですけど、と。まあ、ポコポコ、やっぱりね、90球を超えたあたりぐらいから、ボールが浮き始めて、打たれるって感じはしますよね。まあ、その辺、球数も考えて、交代を考えなきゃいけなかったのかな、っていうふうには取れるんですけどね。うん。まあ、基本的にはね、ゴロを打たせて取るっていう感じなところは、できてはいたんでね、次回、あるのかな。まあ、あったらね、そこに期待したいと思います。続いて、馬場投手、1回と3分の1を投げて、22球、3安打、1三振、2失点ですね。まあ、ね、岩田投手が溜めたランナーだったんで、自責は2ですけど、まあ、満塁ホームランとソロホームランを食らってってところはあって、と。はい。いやーね、まあ、5点目を食らったのか。うん。そうですね。岩田投手がね、5点まで食らって交代って感じだったんですけど、うん。まあ、5点差なら、ね、実際ね、5点取ったんでってところはあるんですけど、まあ、5点差ならね、個人的にですよ。これは本当にね、馬場投手が好きとか嫌いとかじゃなくて、個人的にここは馬場投手じゃなくて、小野投手だったと思うんですよ。まあ、もしくは森谷投手。まあ、5点差なんで森谷投手はちょっとあれかなって思って、小野投手だと思ったんですよ。まあ、馬場投手はね、さ、前投げた時もね、交代の、初めの打者に初球ホームランを送る丸選手だったかな、確か。うん。覚えてた？みんな。同じこと食らったよね。うん、初級じゃなかったっていうところはあるけどって、僕はね、ね、こんな言い方してはちょっとあれなんですけど、馬場投手はちょっとこの場面ではすっごく厳しいと。うん。ホームランはないとは思ってたけど、フォアボールぐらいあるんじゃないかなというふうに思ってたら、ホームランでしたよね。うん。まあ、ホームランはね、100歩譲って、許せないけど、まあ許しましょう。その後のボークが許せない、僕は。うん。まあ、これをね、糧に頑張ってほしいな、というふうに思っております。あとね、球速をね、もうちょっと上げてほしい。まあ、そこだけがピッチャーの心情かって言ったらまた違う話ではあるんですけど、まあ、ガルシア選手がね、最初全然上がらなくてって、で、2軍に入って、で、調整をしてきて、今、まあ、大体150キロ、まあ、145キロ、まあ、140キロ後半をキープしてって感じでね、やってはいるんですけど、馬場投手もね、ドラフト入ってきた時は、150キロのストレート、鋭いスライダー、まあ、速いスプリットみたいな感じでね、僕は思ってたんですけど、まあ、その速球は一度も見たことがない。うん。まあ、スライダーとね、まあ、変化球はね、素晴らしいとは思うんですけど、ストレートのキレがね、やっぱないと、スライダーもスプリットもね、伸びないですよね。うん、っていうところがあるんでね、そこら辺はちょっとどうにかしてほしいな、というふうに思っております。はい。最後、森谷投手、1回投げて18球、1フォアボール無失点と、まあまあ、そこは安心かな、と。うん、まあ、最後の最後に森谷投手を出したっていうところが不思議でしょうがなかったっていうところはあるんですけど、まあ、他にいなかったって、まあ、小野投手でよかったんじゃないかな、というふうには思うんですけど、まあまあ、いいでしょう、と。はい、今日は負けましたね。これで日ハム戦負け越し確定です。うん。まあ仕方がないというしかないですよね。うん。うん、まあまあ、三立てはね、せめて、どうにかしてほしいなというふうに思うんで、三立ては阻止してください。阪神タイガースお願いします。うん。今日はこれまでかな。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。というわけで失礼いたします。バイバイ。